はい、シューチャンネルのシューです。今日も一日楽しんでいきましょうということで、みんな大好きドラゴンブルーということで、我が家である程度子供たちが育ってきたのでね、観察をしていきたいと思います。まず率直な感想、非常に安定しております。固定率であったりとかですね、成長の具合とか、あと稚魚落ちにくいですね。まだ稚が新しいということなんでしょうか。ちょっと記憶が曖昧なんですけどね、アルビノも生まれる可能性ある等と聞いていたんですが、早期にですね、私子供を分けずに育てたのでね、アルビノの方はね、見られておりません。ただですね、体色のブレが非常に少なく、まあ白とか黒が生まれると思ったんですが、今のところですね、見ないですね。はい、それだけね、固定率も非常に高いということだと思います。あと、まあ体型に関してはですね、曲がりも見えるんですが、基本的な光のヒレの伸びですね、上下の。こちらの方もですね、まあ 1.5 センチから 1.3 ミリ、1.3 センチですかね、サイズの子供たちなんですけど、非常に素晴らしいといった感じです。で、こちらはね、ランダムに8匹ほどすくってきてて、それでね、特徴をちょっと見ていこうかと思いますので、まあこれによってですね、まあ、奇形率であるとか、固定率、色のバリエーション、まあ、現時点でのヒレの乗り方とか、竹等との違いなんかはね、見れると思うので、参考になればと思います。はい。で、今、ようやくですね、数が出回り始めて、ヤフオクなんかでももう出品されてますね、卵が。10粒で、まあ、3000円とか、4000円とか、20粒で6000円とかですか。はい。で、まあまあ、高額な、金額で取引されてますが、個人的にはですね、20粒かな、購入して。でも20粒で購入して、全部が全部育つわけじゃないって考えて、本当にいいものってなると、その中からワンペア取れるか取れないかでしょうね。ということでね、あまり卵の購入は、どの品種もそうなんですけど、おすすめできないかな。2ペア取れたらいい方やろうけど、私有が偏ることもありますからね。はい、そんな感じでですね、見ていきたいんですが、一応ですね、そういう理由には根拠があって、今ね、8匹すくってきてですね、もう見てわかると思うんですけど、光体系特有の曲がりがこう1匹、2匹ですね、いますね。これ稚魚期で今この曲がりなんで、大人になったらもっとぐちゃっとなるでしょうね。ということで8匹いるうちの、まあ、2匹が、僕だったら商品としては出せない。で、メダカの世界ってちょっと、ね、変なもんでね、曲がりも平気で維持したりとか、子供取ってほら、ぐちゃぐちゃさせてるでしょ。まあ、そこはね、ブリーダー作り手さんの良心に関わるところなんだけども、うちならこれは商品じゃないですよね。まあ、そんな感じでですね、他も見ていくとですね、ヒレの色の乗り方はですね、さすが、素晴らしい系統、特徴なだけあってですね、みんなですね、竹刀のものと比べてもしっかりと今、ヒレに色が乗ってます。下のヒレですね、両ヒレ、乗るんですけどね、尾ヒレにはまだまだ乗ってないですね。乗ってるような雰囲気の、筋は走ってますんで、これからどんどん色が乗ってくるんでしょう。で、まぁ、あ、1.5 センチ、1.3 ミリ、1.3 センチぐらいなんですけど、もうすでに雌雄判別はわかりますね。まあ、ざっと見だけでも、この中でオスが2、メスが3、4ぐらいですか。はい。そんな感じでね、雌雄判別もね、容易につく品種かと思います。まあ、アルビノが生まれるっても聞いてたような気するんですけど、うち生後でね、3、4日ぐらいまでにね、アルビノ分けとかないとやっぱ成長しないんでしょうね。そこまでちょっとね、密に見てなくて、ランダムに、腹、混ぜながら育てたもんで、アルビノの方はうちでは見受けられませんでした。まあ、この安定的なね、品種特徴と、やっぱ固定率の高さ見るとね、まあ、私も、運満で買いましたけどね、非常にね、まあ、趣味的にはお買い得な買い物だったのかなというね、自覚はあります。まあ結構皆さん気になられてるとは思うんですけどね、自分の認識では多分、極みブラック光体系の全、のブルーバージョンが、ドラゴンブルーというふうな認識でいます。で、私はもうこれを単純に今、白白みゆきでこのバージョンに固定化みたいな形で遊んではいるんですけど、まあ、あとはですね、そうですね、透明輪の白にしてみたり、まあ、非透明輪の白にしてみたり、
あとはまあヒレナガもできるんでしょうけどね。ヒレナガはですね、うち素材はあるんですけど、こちらね、ヒレナガにするとね、ヒレに色が乗らないというふうなことをですね、作室元の筑後メダカさんも言われていたので、もう得られてる結果があるところをわざわざしなくてもいいのかなといった感じで、まあ自分のね、系統をね、このベースにして作ろうと、まあ楽しんでおります。はい、ということでですね、数がだいぶ出回り始めてですね、卵出品も始まりました。未だに高額で予約販売もされててですね、まあ、ぼちぼち皆さんのお手元に届いてるような時期かとは思うんですが、来年には、もうちょっと値段落ち着くと思うかな。はい。で、これですね、今ですね、こういうブースを作って撮影してるんですけどね、撮影用の。やっぱり太陽光の下でしょうね。太陽光の下で見た方が、青がブリブリ出てね、綺麗だと思います。予定ではですね、もうあと、そうだね、3センチ超えてきたぐらいになるとね、色ががっつり乗ってくるのでね、再撮影も予定しているんですが、また一品種でですね、結構飽きずに楽しませてくれるものだと思いますので、うちもみゆきだけで言ったらですね、ヒレナガとか抜かしてですよ。それこそ普通のみゆきの系統、フルボディ、鉄仮面の系統、で3、これ合わせて4つぐらいねみゆきの系統を持ってるんでね、いずれはそこら辺をね、比較していくのもいいかと思います。いずれはですね、ここら辺の前の、ヒレの、ノリというんですかね、こうヒレ光って言ってみたりね、するのかな、あのヒレに光色がのるやつが、はい、でそういう印象をですね、すべての系統に、含めていくというようなね、ことも考えておりますので、ただですね、まあ現状でちょっと上見をちょっと見たいと思うんですけど、上見だけで見るとですね、上見はね普通のみゆきなんですよね、こんな感じで、ちょっと見えにくくて申し訳ないですけど、ちょっとね、わかるかな、よいしょ、ちょっと今ピントが合わないですね、こんな感じですね。はい、普通のみゆきなので、ここの部分を、さらにね、強調していけたらと思います。まあ、ざっと見て頭部が金色、ボディの方が、ブルーに近い発色の個体なんかもいますのでね、バリエーションはそこそこ生まれてくるのかと思います。はい、でここら辺はですね、まあね、検討しているのが、まあ、みゆきの系統に合わせてあげると、非常にね、見栄えのいいものがたくさんできるでしょうからですね、どんどんそのね、後輩の元に使っていこうとは思うんですね。で、ここからですね、わからないのがね、ライコウとか、ベニアザミ、メビナ、そういうものと掛け合わせた時に、さらにヒレに色が乗るのかな。今現状でもね、乗ってる系統個体は結構いるのでね、そういうものとの、ちょっと実験的な交配もね、続けていきたいと思います。で、因子的にはちょっとね、ややこしいんですよね。前にしろ何にしろ。まあ、背中の、紫の発色等々もあったりなかったりとか、そういう部分なんかもですね、検討しながらちょっと混ぜていきたいとは思うんですけどね。はい。で、まあ、今後の予定なんですけど、一部は、プレゼントっていう形を取るのは微妙なんですけどね。まあ日頃、見てくださってる視聴者の方にはね、サンプル的にもね、お配りはしたいと思っているものなので、まあ来年ぐらいにはなると思いますけどですね、興味のある方はですね、楽しみに待っていてください。はい。ということで、まあ、こんだけ安定した品種なので、非常に扱いやすいのでね、個人的には、おすすめです。あとね、ちょっと対象が小さいのであれなんだけどね、もっとアップで撮って見せられたらいいんだけど、やっぱ動く被写体って大変なのよね。こんな感じ。この近さまで行くとわかるでしょ。このサイズでね、各ヒレが光ってますからね。確かにね、小さいうちはね、他のミュー系統もね、光はするんですけどね、これはね、実物で見るとわかるけどね、ヒレのね、色の濃さがやっぱ違う。質が違うのか、はたまたもう根本的に、因子が違うのかわからないんですけどね。あと、2、3人ね、私の知り合いも見てもらったんですけど、
うん、やっぱり違うって。何が違うんだろうって、やっぱり言ってましたもんね。まあ、禅の流れを組んでるのでね、そんな形だと思いますが。はい。で、いずれはですね、禅の方も、うちいましてね、まあ、黒帯色と、まあ、こうね、ブルー系のものとでですね、どんどんね、比較はしていきたいと思いますので、まだ希望がありましたら、こういう動画作ってくださいということで、コメント欄入れていただけたら、いろいろ考慮しながらね、作業、作成、投稿を続けていきますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、以上、シューチャンネルからでした。どうもどうも、どうも。うん。今からね、ちょっとこういう動画増えますから、だいぶね、いろいろ育ててきたのがいますんでね、成長過程見るのも楽しいと思います。以上です。